はまた違いまして、ここからズグググググっと大人の雰囲気でお送りしていきたいと思います。上がってきました、大丈夫ですか？はい、私たちのトップバッターを務めていただきますのは、プレイヤーのオリジナル性を融合させたおしゃれバンド、パリスターの皆様です。それでは準備がよろしいそうなので、よろしくお願いいたします。どうぞ。
皆様こんにちは、パリスターです。今日はわらび市民音楽祭出演させていただきましてありがとうございます。私たちのバンド、このパリスターというバンドは今国内外で空前の大ブームスティーポップバンドです。で、以前からこういうバンドを作って音楽やりたいねって話をしていて、今年立ち上がり、なんと今日が記念すべき初ライブになりました。ありがとうございます。1曲目はユーミンの中央フリーウェイ、2曲目は松原美樹さんで真夜中のドア、ステイウィズミー、2曲お届けしました。次は今井優子さんで It's my time to shine。Thank you.
ありがとうございます。次はアンリの曲でウィンディーサマーをお届けします。Gracias.
ンバーマスマヒありがとうございます、最後の曲を始める前に一つお知らせをさせてください。私たちほぼメンバーが被っているんですけれども洋楽版おしゃれバンドシャリーというバンドもやってまして、去年一昨年はシャリーとしてこちらの音楽祭に出させていただいたんですけれども、そちらの洋楽版おしゃれバンドシャリーが府中のジャズフェスに今年の秋出演させていただきます、10月の23日の日曜日です。もしご興味ある方いらっしゃいましたらぜひお待ちしております。シャリーはホームページもありますのでぜひご興味ある方ご覧くださいませ。はい、ということで最後の曲です。竹内まりやでプラスティックラブ。
本当にありがたいでございます。あ、お疲れ様でした。どうですか今日演奏はどんな感じですか。普段その洋楽のおしゃれバンドのシャリーで洋楽のカビをされているので、こんなに日本語の曲を歌うのは本当に久しぶり、何年かぶりで変な緊張がありません。そうですよね、だって普段は洋楽バンドで姉さんのやられてるの、日本の歌で今日初デビュー、はい、そうね、はい、で今日のその音楽っていうかその曲名の選考っていうのはどういう選んだの。基本的にボーカルに何か任せてくれたというか、大体の選んでいいよというふうに言われたので、ちょっと好きなのを選んだというか。島には四季の服と呼ばれるものであるというところで、ボーカルさんが制作した。懐かしいね、歌もすごく多くて、そちらでは、ね、洋楽英語です、はい、シャリー全曲英語です。